演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ひぎり焼きというものを食べてみたいと思います。まあ要は今川焼きなんですよね。なんかこういう風な丁寧なものとかも入っていて、ほんとなんかこれが今回買ったお店ですね。紹介してくれてます。ワイスパ丁寧ですね。多分こちらのバーコードからいけると思いますので読み取れますか。で、なんか美味しい食べ方とかもあるんですけど、今回はそのまま行きたいと思って、なんか今川焼きなんですけど、種類がめっちゃあって、こういう、でもで、だから中身がこれなんで、もうどれがどれなのかわからないんですよね。あ、わからないんですよねとか言いましたけど、こんな風にちゃんと書いてくれてますわ。なんかちょっと白玉とかシンプルなのもありますけど、なんかカレーっていう一つものすごく異質なのがありますね。これはどんな味なんだろうな。では最初は最先、いや、こちら豆乳小豆からいただきます。中身はこんな感じです。ではいただきます。やっぱり今川焼きといえばあんこですよねと思っていたら、クリームもやってくれるな。これ初めてこんな風に思ったかもしれない。今食べたのはまず小豆屋ですね。これが一番シンプルなんですけど、シンプルゆえに小豆の甘さがふわっとなって、ふっくらとした食感もすごくてとっても美味しかったです。今までの今川焼きとはやっぱりちょっと違いましたね。外側の生地が結構しっかり歯ごたえがあって、噛んだ後に中の具材の美味しさが広がっていく。で、こちらの豆乳小豆、その小豆に豆乳クリームが入っていて、豆乳の甘さをしっかりと感じることができました。生クリームだとはまた違った美味しさがありましたね。で、柚子あんは柚子のさっぱりとした酸味があんの中にうまく中和されていて、通常のあんことはまた違うさっぱりとした甘さがありました。そしてクリーム、濃厚なカスタードクリームが噛んだ瞬間に広がってきましたね。卵の風味が効いていて美味しかったです。で、この極上クリームは、その濃厚なクリームはちょっとプリンのようなちょっと固めなんですけど、こちらはちょっと柔らかめの食感でしたね。いや、なので極上と言います。味自体はそんなにカスタードクリームと変わってるような感じなく、舌触りが違うといった形ですね。なのでそこで好みが分かれるかなと思います。では、うわ、問題児来た。というわけで、このカレー味、食べたいと思います。ちょっとこれが正直わかんないんだよな、こんな感じなの。中身はこんな感じですね。やっぱりカレーパスタです。やっぱり香りもカレーです。ではいただきます。チーズはちょっとしつこいかな。でも他やっぱりクリーム系がいいですね。あんこももちろんですけど、問題児と思っていたカレーですけど、食べてみると辛い味付けとそばの生地は意外と合っていましたね。カレーパンのようなんですけど、カレーパンともまたちょっと食感が違うので、違った味わいを楽しめました。市販されてくれないかな、このカレー今川焼き。で、クレームブリュレはプリンの甘めのカスタードクリームが、前述のクリームや極上クリームがまた違った美味しさがあったんですが、カラメルがちょっと地味だったかなというような印象がありますね。パリパリカラメルと書いてるんですが、ちょっとパリパリが足りなかったかな。もうちょっとカラメルが強くても良かったかなと思いました。そしてこのキャラメルクリーム、こちらは濃厚なキャラメルの甘苦さが口の中でふわっと広がってきて、とっても美味しかったです。今川焼きにキャラメルクリーム、本当はよくありますね。もっといろんなところで販売してほしいと思える味でした。
てチョコレートは、まあ、これも割とシンプルな感じで濃厚で甘めのチョコレートは噛んだ瞬間に口の中に広がってきましたね。チョコ好きの方にはおすすめです。でクリームチーズはチーズの味がかなり強いクリームチーズだったのでちょっと食べてる途中でくどいかなと思う部分がありましたね。ここまで大量にクリームがチーズが入っていて旨味が感じてチーズが好きな方にはいいんだのですがちょっと途中で飽きが来るかなという部分があったのが残念でした。もうちょっとさっぱりした味の方があのクリームの量だったらいいかもしれません。で、あとは次が白玉小豆。これはこの中にはないのでここに書いてある毎月期間限定商品ですね。なので今回はこれは当たりましたけど次また再販とかするのかな。では皆さんもう会えないかもしれない白玉小豆僕とご覧あれ。こんな感じですね。確かに白玉入ってますね。ではいただきます。やっぱりクリーム系が美味しいですね。濃厚だし中の素材の旨味も生かされてるしもっとクリーム感感じたい。白玉小豆は白玉の食感が入っていることにこれで小豆自体の味もさっき食べたこの小豆あんとはまた違ったような味わいになりました。ちょっとこっちの方がさっぱりしてるというか、まあ、白玉が入ったらそう感じただけなのかもしれませんがもっちりとした食感とさっきとしたあんこよく合っていて美味しかったです。でその次のアップルシブーストはクリームの食感は先ほどのこのクリームと同じなのですがリンゴの酸味がしっかり効いていて先ほどのクリームとはまた違った美味しさがあってとっても良かったです。リンゴの酸味が好きな方にはぜひおすすめできますね。そしてこちらのいちごフロマージュおそらくこのクリームチーズのチクリームにいちごを混ぜたものだと思うんですがまだチーズが強かったですね。いちごの甘酸っぱさを探さないと味わえなかったというのは残念でしたね。で、こちらの、で、このスイートポテト。スイートポテトと言っていたらもう、今川焼きなんですが、芋あんでいいのではと思ってしまいますが、スイートポテトじゃないとダメなのかな。で、噛んだ瞬間に芋、さつまいもの自然な優しい甘さが口の中にふわっと広がってきて、その甘さ軸がとっても濃厚で美味しかったです。やっぱり今川焼きなので芋あんで通してほしいですね、これはって思いましたね。本当に美味しかったですね。そして最後のモンブラン、これも栗の甘さが口の中にふわっと広がっていって本当にクリームが美味しいですよね。クリームが美味しくてそこに栗のうまさがうまく溶け込んでいって臭みが口の中にふわっと広がってきてモンブランのあのペーストとはまた違った美味しさがあってよかったです。味はしっかりあのモンブランのペーストでしたね。で今回こちらの14種類プラス限定品の白玉小豆を食べたわけです。自分の中ではこのキャラメルとモンブランスイートポテトが特に中の濃厚で美味しかったのでこれらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。もう文句ないですね。こういう今川焼きって結構いろんな味が出されてるんですね。まあ日切り焼きなんですけど今川焼きっていいですよね。もうややこしい。ツバメかな砂漠舞い飛ぶ黒ばかり砂漠の上を黒いものが飛んでいる不気味なような目印になるような。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです。演武編パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。